糖質制限、デビルドエッグを作ります。固ゆでのゆで卵を縦半分に切り、黄身と白身に分けておきます。黄身6個分、マヨネーズ大さじ1、粒マスタード小さじ1、トマトケチャップ小さじ2分の1、塩コショウ適量、酢小さじ1、牛乳小さじ1、20回ほどブンブン引っ張ります。側面につく場合はヘラ等で落としてください。絞り袋にブンブンした具材を入れ、白身の上に絞り出して完成です。